NB ロードスターもうねバラバラになってきました。ちょっとハーネスの前にねキャッチ類とかアクセルワイヤーとかね、ヒューエルのねそのオープナー燃料タンクのワイヤーですね、であとサイドブレーキのねワイヤーとかね外していきます。まずねキャッチね1ミリ3本でここですね、まあ、ちょっとね外したとかいきます。で外れます。でこのワイヤーがねもう古いワイヤーはねよく割れます。なのでね内側と外側でね同時にねまっすぐ抜いてください。ちょっとね抜いたとこからいきます。まあ、そこからね簡単に外れました。こいつがねこの上側の溝にねでこの丸いね穴にね通してます。でこいつね難儀です。こいつはね外れます。こいつも外れます。こいつがね挟んでね抜きます。抜いたとこいきます。まあ出っ張ってるところね裏から見てね押して抜くです。まあねいろんなとこね入ってます。このね配線と一緒にねカプラーで止まってます。でフェンダーね外したらねこっから見えます。でここはねこう外しながらね抜いていってもらったらね外さなくていい場合あります。これはね上からねします。この辺ねバッとね外したとこからいきます。でここですね配線のねこのゴムのパッキのところにね通ってるのでねこれが一番難儀です。でこいつね外します。奥と右上と右です。でこいつもね外します。まあ、こんな感じでねちょっと見えるようにしました。でちょっとねワイヤー引っ張りやすいようにね外に出します。でねボンネットワイヤーねとりあえずここまでしました。であとはね室内側にね抜くんですがねこいつね外すのダメです。こいつね真ん中割れるのでね割ってね外してください。で室内側ね行きました。で一箇所ねこのバンドね止まってます。あとはねちょっと見えないところこいつのね中にねあるのでねまあ次つけるときはねちょっと硬い番線かなんかでね細いね外すときに入れてねで抜き取ってください。ちょっとその辺はね工夫してください。でシリコンスプレー塗りました。でここはねダッシュボードでやってます。で引っかからないようにね抜き取ってください。ここね絶対ね引っかかるのでねかかってね先っちょね折らないようにねしてください。あとねこいついきます。こいつはね1ミリ1本とりあえず外してねこの引っかかってるところ
外したとこぐらいからいきます。でね、トランクのね、オープナーのね、アクチュエーターの時にね、こいつ外してます。で、こいつね、この裏に入ってるのでね、抜いてください。で、あちこちね、止まってます。まあ、こんな感じで、燃料ホースのね、この部屋の気温から。で、蓋開けてもらってね、ナットね、14。こいつね、ワッシャーがあってね、こう裏からね抜けます。で、ちょっと見にくいのでね、ちょっと外します。ちょっとね、一気目があるのでね、ちょっとね噛み込んでます。ちょっと外したとこからいきます。まあ、こんな感じにね、両端ね削れてます。で、今ねちょっとワイヤー外れましたかね。まあ、こんな感じでね入ってます。この位置ですね、この位置で入ってます。まあ、ここ合わせばね勝手に入ります。ほんでワイヤーが外れるのでね、ここね先っちょがね抜けてしまうとね、ワイヤー外れてねバラバラになります。あとはねこのままね向こうにね抜き取れます。ちょっと抜き取ったとこからいきます。あとはねほんまに引っかからないようにねこうやって抜くだけです。で、言うの忘れてましたがね、通ってる位置をね必ずね覚えておいてください。とりあえずね給油口のね蓋までちょっとね外します。で、給油口の蓋ね、まあ、ここねちょっとゴミ入らないようにしてもらってね、奥ね8ミリね2本あります。これ外します。でね、外したとこ行きます。でね、ネジ落ちましたがね大丈夫でした。中入らないようにね。で、こいつねこの開けたままするとね、ちょっとねここにね当たるのでね、ちょっと注意してね外してください。で、次にねサイドブレーキ、これもねシルバーのねサイドブレーキのやつだったんでね、事前に外してます。もうこの辺もね全部外してます。これをねまずねゴムをねもうここからね入れます。ちょっと抜いたとこからいきます。まあこんな感じでね、両手でやったらね簡単に抜けます。じゃあちょっとサイドブレーキワイヤー外すので、まあ、開けたところからいきます。よいしょ。まあこんな感じでね、さっきね外したとこがここです。ちょっとね遮熱板ね折らないので、よいしょ。で、ここね2ミリあります。で、ここはピンです。で、こいつですね、反対側はねカバーがあって、ホースの時にね外してます。で、このねタンクの上通ってます。これねよく覚えておいてください。12外して、で、この辺もねキャリパーでやってます。2ミリ外してね、こいつをねちょっと抜く手前ぐらいからいきます。で、万能プライヤーでね簡単に抜けます。ここはね取り付けはね上にねこいつを引っ掛けて手前です。外すときは外して抜くです。で、こいつねスプリングをね外してね、ここワイヤー抜きます。抜きます。
方向とかね、覚えておいてください。ちょっと抜いたとこからいきます。で抜くとね、この穴から抜けます。でこいつがちょうどね、裏側でね、カチッとね止まるようになってます。カチッと止めて、この間にね、あのピンで、商品ね、紹介していきます。まあワイヤーとかね、まあ今のところね、全然切れたりとかねしてないです。でこれね、ちっちゃくぐるぐる巻くとね、こいつが縮んできてね、あの弱いところがね折れたりするので、ちょっとゆったり巻いてね発送します。この辺もね、ここのワイヤーちょっと短いのでね、こいつは外して、巻かないとね。入れてね、こんな感じ。こいつはね、玉をね、こっから抜いて、この隙間からね外します。こいつね、まあ、こんな感じでね、真ん中でね、二つにこう割るとね、外れます。こいつはこれでいきましょうか。だから、トランクのキャッチだけね、ないです。サイドブレーキワイヤーね、まあ、伸びたりはね、してないと思います。一応ね、軽く動きます。これはこれでいきましょうか。これね、またヤフオクにね出品していきます。今回はね、オープナーワイヤー、まあ、キャッチ類とで、サイドブレーキワイヤーね外していきました。まあ、次はね、ちょっとパラパラとねパーツがあればね、もうないと思うんですがね、アクセルワイヤーとかね、キャニスターとかね、まあ、やっていきたいと思います。まあ、他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。